パトリック・サーティーン2世はフロリダ州プランテーション出身のアメリカンフットボール選手。ポジションはコーナーバック。NFL のデンバーブロンコスに所属している。父親のパトリック・サーティーンはプロボールに3回選出された NFL 選手である。5歳の時から父親の手ほどきを受け、アメリカンヘリテージ高校時代は父親がヘッドコーチのチームは15戦無敗でシーズンを終えた。 こともある。高校の最終学年 2247sports.com から全米4位。コーナーバックとしては全米1位の評価を受けた。彼は、ミシガン大学、フロリダ大学、フロリダ州立大学、クレムゾン大学、アラバマ大学、ルイジアナ州立大学、オハイオ州立大学からリクルーティングを受けた。彼は、アラバマ大学に進学した。 一年時の2018年には12試合に先発出場した。この年チームは全米タイトルゲームまで進出した。二年時の2019年には全13試合に先発し、3ファンブルフォースにインターセプト、1ファンブルリカバーを挙げた。2020年シーズン開幕前にオールアメリカンのいくつもの小候補となった。この年、全13試合に先発出場した。彼は、 オールアメリカンファーストチーム及びサウスイースタンカンファレンスの最優秀守備選手に選ばれた。チームはローズボールを制したが彼はその試合で最優秀守備選手に選ばれた。2021年の NFL ドラフト一巡目全体9位でデンバーブロンコスに指名された。ブロンコスが守備選手をドラフト一巡で選ぶのは2018年に全体5位でブラッドリー・チャブを指名して、 以来で、ディフェンスバックの選手に限定すると2014年のブラッドリーロビー以来のことである。同年5月18日、4年2090万ドルの契約を結んだ。ありがとうございます。